はい、それではザ・フォレスト実況続きやっていきたいと思います。ちょっとロードするのが若干怖いんですけどちゃんとロードできるかな。お、できてる、できてるな。おー、よかったはい、ということで、やっていきますかね。なんかすごい暗いけど、なんだこの暗さは。今から朝になるとこなのかな。よいしょ。で、何をしようとしたかっていうと、そうですね、洞窟にそろそろ行ってみようかとかって言ってたんですね、そういえば。よいしょ。棒拾っとこう。で、アイテム的にはどうなってるんだ。あ、食べ物が全くない。手とか足とかばっかりあるけど。なるほど。じゃあやっていきますか。行きますか。というか洞窟の入り口をまず探さないといけないんですよね。それがまず大変そうなんですけど、まあ、適当に食料集めながら、でも暗いな、すごく。適当に食料集めながら洞窟の入り口を見つけようかな。どこら辺にあるんだろうな。だいたい出口とかになってるところは、暗いなってるところは、あ、そういえばガードとかもできるらしいですね、このゲームね。あれ、ここどこだ。この辺になんか火を作らなかったっけな。あ、もう全然見えないわ本当に何も見えない。あれ、あれ、今なんか作ったはずなんだけど。ああ、よいしょ。ここどこだ。ああ、この辺か。あ、ちょっとウサギ、すまぬ、ワニどっかいるかな。もうちょっと時間経ってからの方がいいかな。朝になったら行こうかな。あ、すごくいいこと言ったなちょっと朝になるまでちょっと待ってみようかな。よし、だいぶ明るくなってきましたね。けど、原住民出過ぎで前に進めないです全く探索できないんですけど。あと、もう変なバグが始まってしまって、これね、葉っぱをね、あ、あれ、さっきまでできなかったの。あれ、なんだろう、葉っぱをこういくら入れてもなぜか完成しなかったんですよ、ものが。お、なんだこの声。あ、鳥の声か。あれ、なぜかオープニングの曲が流れ始めている。なんだろう。で、右でガードできることを知りました。あれ、あれ、なんだ。あ、追ってきてる、追ってきてる。これ海の中入るとどうなるんだろうな。入ってこれるのか。入ってこれるのか入ってこれるのか。こうチャプチャプ、ちょっと魚を取りたいんですよね、僕は。魚たくさん持てたから魚を取って洞窟に行きたい。この気持ちわかるかな。あれ、なんだろう、なんでここでオープニングの音楽が流れてるんだ。この浮いたボートとかなんか意味あんのかな。よっ、なんかある？うん、特になさそうだな。あ、でもさすがにここら辺までは泳いで近づいてこないのか。来てるすんげー走ってる。なんだよそれ。てか魚がいない。あ、いた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 、いるわ。あと、この木の棒とこれでハンマーができるぞっていうことを知りました。教えていただきました。魚今いたよな。あれ、見間違いか。あまりの魚の欲しさからの幻覚かもしれない。うわ、すごい外周走ってる。どうしよう、洞窟どこだよ
一体いつ洞窟に行けるのか。結構すぐな、日が沈むからな。魚見間違いだったかな、いたような気がしたんだけど、これは石だしな。まあいいか、仕方ない。次に行こう。こっちの方が強いのかな。なんだこれ。あ、そういえばこれなんか前もあったな。洞窟どこにあるんだろうな。まあ一回死ねば洞窟に連れて行かれるのは連れて行かれるんですけど、死にたくないからな。もうちょっとだけ探してなかったら死ぬしかないのか。だからなんでこの辺になると BGM が鳴るの、オープニングの。よくわかんないな、なんでオープニングのあれが鳴るんだろう。お、なんかありそうな地形だけど、ちょっと隠れてるんですよね。なんか 木というか木の葉とかで、なんかちょっと隠れてるような感じがしますよね。出入り口は洞窟見つかるまでカットかな。え、全然そんな段差じゃなかったのに、やってしまった。あれ、1です確定か。これでやった、洞窟に来たぞ。アイテムは結構持ってるんだっけ。え、どうしよう、死にかけてるな。とりあえずこれ、あ、これ洞窟の中じゃ作れないのか、これ。洞窟の中で作れないのか。どうしたらいいかな。ちょっとよっよっ、よし、これでなんとか。物が作れないとはな。フラッシュライトだ、じゃん。おお、明るい明るい。で、結局洞窟の中ってどうなってるんだろうな。あんまり暗いからすぐ出よう、すぐ出ようとしてしまって、全然探索したことなかったので。お、なんだ、バケツ、あるな。生きて出られるんでしょうか。これ2回目死んだら、データ、おしまいだからな。こっちは行き止まり。ってわけでもないのか。なんだ、しゃがんでいけるぞ。あー、でもなんかあんまり行っちゃいけなさそうなとこだな。このフラッシュライトもいつまで続く、あ、なんか結構切れるの早かったですよね。あれ、もう電池切れたのとかって言った覚えがありますけど、なんだろう、このバケツは。バケツなのかこれって。ん？おお、なんだ、なになに、骸骨が出てくる、パラパラパラって、なんだこれ、気持ち悪い気持ち悪い気持ち悪いから。なんだ、なにこの仕様。わあ、なんだろうこれ。特に何もないといえば何もない。なんか新しいアイテムがあるわけでもないし。ああ！え？すんごい気持ち悪い。うわお、なんだなに。ちょっと待って、これ。どういう生き物？うわお、ちょっと待って、これ。これ映して大丈夫かな？これ女の人の体ですよね。うわぁ、ちょっと待って。戦う感じなのか？
分かった、戦う感じならやるけど見えない、全然。振ると電気が、これ全部女の人の体でできてんの？気持ち悪すぎでしょ。うわー、これ大丈夫？切ってて切る音はするけど、これ倒れるのかな。これ倒せる？これ倒せる敵ですか？それだけちょっと教えていただいていいですかね。あ、もうスタミナがなくて触れない。何これ、戦ってていいのかな。うわ、これ気持ち悪い。これ倒せ、あ、ちょっと待って電池が切れかけてるんじゃないのこれ。見えない見えない。うわ、これ色味が変わるとさらにえぐいな。これなんだろう、それぞれ3体分のなんか HP でもあるのか。倒せてる気がしない。槍でこう頭を突く感じでっていうわけでもない。もう無視していいのかなこれ。倒せる敵じゃない。あ、そうだ、火炎瓶でも投げてみるか。えい、あれ、なんか思ってたのと違うな。えい、あ、も燃えてる燃えてる燃えてる気がする。何これ、今何歩歩いたんだろう。2600歩、超どうでもいいな。あ、お腹減ってる。これ立てられないんだよな。うん、何、あ、なんで瓶をそこで落としちゃったの。火炎瓶を自分の足元で。うわ、これ気持ち悪い。これなんだろう、鑑賞用か。鑑賞用っていうのおかしい。うわ、すんごい気持ち悪いのいたな。ちょっと待って、何してんのこれ。うわ、もう原住民殿、うわ、すごく好戦的、自分たちのホームだからって。なんか手が痛い。待て、慌てるな。あ、何飲んでんの。えい、あ、あっち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 、あっち、暑いからちょっと、あ、何人倒した、何人倒したか分かんない。これもう、これ死んだな、この洞窟で。死亡確定。これライトもうつくとかない、ないないか、電池回復系じゃないのか。あれー、どうしたらいいんだろう。ここから抜け出せるのかな。ピンチ、どう考えたって。食べ物がここ立てられないんだよな。火が抜けないとお腹減って死んじゃう。わかったわかった、戦ってやる。戦ってあげよう。すげえ声する。洞窟の中では やたら好戦的だな、本当に。あ、いた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 、倒れた？ OK、ワンダウン。どこにいるんだ？ちょっと、ライターそんな時につかないとかいいから、一発でつけてくれ。オッケー。
暗い。ちょっと、あれ？ライターがつかなくなってきてる。立つな！立つな、立つな。頭の回収は、ちょっと今回はなしにしよう。そうだ、これ作ればよかったんだった。お酒飲んじゃったな、ちょっと。で、それであそこになんかすんごい気持ち悪いんだけどな。何これ、あ、すんげえ煙出てる。すごい煙。死ぬのかな、このこいつらも。どうなってんのこれ。ムービーで見たけど、生で見るのとはまた全然違うな。わけわかんないな。どうしたらいいんだろうこれ。すごい煙が出るというとりあえずすんごい煙が出る、あの人たち。てかもうお腹減りすぎて多分ダメだな。これお腹減るとどうなっていくのかがわからない。体力減ってる？これ殴られたから減ったんだっけ？スタミナはガンガン落ちてる気がするけど。出口来い！出口！まっすぐ行ったら出口！頼む！あれ？なんかまた違う感じのとこに出たな。出口このまま真っすぐ進めば出口、そういうパターンでお願いします。あれ、これどこなんだろう今。あー、ちょっと待って、いるわ。完全にいるけど、スルーさせてもらおう。ムシムシ。暗いな。あ、本当に無視できた。よかった。出口。あ。出口だ。ちょっと待って、体力、あれ？なんだ、歩けない。あれ？なんだ、ここ進めないんだけど。なんで？あ、しゃがんだら進めた。なんでだ？あれ？出口でもない。あれ？なんだ、しゃがんでる人。あれを投げてみよう。これだ。このボム的な何か。あれ？あ、ちょっと待って。そんな感じの挙動なのか。使ったことないから分かんなかったけど。え、ボム弱い。あ、食べ物ある。あ、なんだこれ、どこで拾ったのかな。スナック菓子があった、助かった。あれ、この人たちなんだ、なんか現代アートみたいな感じになってるけど。なんであそこで固まってんだろう。なんで爆発で死ぬと、現代アートというかなんだなんか動かない人みたいな、見せ物みたいになってるけど。あちちちち。あいつの松明の火が映ったのか。勝った。あれあれ、しかも、頭とかなんとか、バラバラになってんな。ボムで死ぬと現代アートみたいになる頭でバッグを開けるぞ頭おかしすぎあ、てかスナック菓子持っててよかった。
跡だな。ここ通り抜けて、さすがに次出口長いよ洞窟。あ、よかった外出れた。奇跡、奇跡の生還。ここどこら辺だ、これちょっと覚えとかないと、また行きたいとか思っても行けないからな。なんか目印なるものあるんでしょうか。ないな特に。走って家に帰るから。あ、家遠そう。これ意外と家の近くだったとかだったら面白いなと思いましたけど、かなり遠い感じですね。とりあえずダッシュ、セーブして終わるからあ、でもなんか分かりやすいぞ。かなりまっすぐ歩いてれば着いた。おお、なるほどね。じゃあこっち側にまっすぐ行ったら着くっていうことで、これ立てとこう。これが目印。こっち側にまっすぐ走れば大体洞窟の方っていうことで。あー助かったー、スナック菓子に助けられた。よいしょ、ちょっとワニでも食べて終わろう。ということで、今回こんな感じで落下しからの、洞窟探検でした。いやーあれで死ぬとはな。ちなみに落下ダメージも防御でね、回避できるらしいです。これで回避というかダメージを少なくできるらしいです。とりあえずダメージは全て防御で解決できるという。なるほど、よしセーブ。じゃん、寝るととりあえず夜になるはい、ということで今回はこんな感じで頑張ってみましたまあ今回もなんかバグっぽいバグはいろいろありましたけど、まあ細かいのには触れないでおきましょう。はい、ということでザ・フォレスト見てくれてありがとうございます。ではまた。